今回は津市相生町の隣の大井町のブラック田んぼをやろうかと思ったんですけども動画の撮影に失敗してまして間違ってタイムラプスになっててカクカクと動画しか撮れませんでした。ということで大井町の風景をバックに例のですねそれで前回はねパワハラ事件とかそういうふうに伝えたんですけども。 実際ねもう一回津市に行って詳しく取材してきましたでもうこれ完全に行政対象暴力ですねで行政対象暴力っていうのは暴力団とかね半グレとかねあとは右翼とか、まあ、そういったまあ威力ですね暴力を背景として役所を脅してそして利益を得るという、まあ、そういった行為ですね。 で今はもう暴力団っていうのは徹底的に排除されているので未だにこんなことがあるのかっていうふうに思われるかもしれないんですけども普通にありますね、えー、例えばエセ同話とかですねあとは LGBT 環境個人情報保護、まあ、そういったことをネタに、まあ、言葉尻を捉えてそれで役人を脅すとでもう使われるのはもうね反論できないような問題ですね。 でなおかつね法務省だとかねそういった中央官庁が法律なんか作ったりして推進しているような問題なんでもう役人いいうのは反論でできないんですよ。だからもうそこを卑怯なことに反論できないのをいいことにですねもう正論っぽいものをかまして役人を吊るし上げるっていう、まあ、そういう手口っていうのはもう全国でいまだに横行してるんですね。ただそれにしてもこの三重県津市の事例っていうのはとても異常です。 例えばですね。ええー、津市の大門っていうところに繁華街があるんですけれども、そこに田辺会長が、まあ、実質的にお店を持ってるんですね。で、飲食店に。えー、役所の職員を生かせるんです。それで、ボト、ボトルキープさせたりして、何回も通わせて、一回何万円でね。結構高めな。金額を取ってるんですよ。それで、まあ、年末年始とか、何かあると。本、え、当、ー、たくさんの人が。 そこに行っててですねお金を落としていくとそれで田辺会長が利益を得ていいるととうことですで深刻なのはですね恐ろしいことにそれが市議会にも及んでいるとで市議会議員というのはねご存知の通り、えー、皆さん選挙で選ばれているものですからそこになんか特定の人物が圧力をかけてねそれで議会が何かしら歪められるということは絶対あっちゃいけないことなんですけどもそれが起こっていたっていうことなんですね。 例えばもう市議会議員までもその田辺会長が実質的に経営する店に行かされていたとでそこで田辺会長にね逆らっていかないとかねいろいろ苦言を呈したりするとあからさまに圧力をかけられるその圧力っていうのはもう議場のね傍聴席からこう田辺会長の関係者親族とかそういうのが来て野じを飛ばすもう中にはもう子どもに危害を加えるようなことをほのめかされると。 それでまあもちろんそんなことを言ったら追い出されるんだけどもまた議会があれれば来てて追いい出さとててうのを繰り返すとそれでどうしてそんな無茶がまかり通るのかっていうとその一つの理由が前回のあの「差別すんのかおら」とか言ってねあれは田辺会長の親族まあもちろん田辺会長自身も同席して声も少し入ってるんですけども。 それがまあとあるちょっと地域のボス的な人ですね。その人が、えー、役所に頻繁にクレームを入れてたんですね。それでこれがねなかなか辻以外の人には理解しにくいところなんですけども、辻っていうところはどうもねこう各地域にちょっとボス的な人がいてマウント取り合ってるっていうところがあるんですね。 だから田辺会長ととしててはそいいつをうざいと思っているとで役所としてはも,もちろんクレームを入れてくるもんだからそいつをうざいと思っているとそこで役所と田辺の利害が一致すするわけですねだからそこで、えー、田辺会長と、まあ、その親族はですねその童話というものを引き合いに出してまあその実際はあの隣のね、まあ、ここの動画に出てる大井町の自治会長に何か童話とか 言ったらしいんですけども、そのことを引き合いに出して、あ,あやって脅して謝らせて、それで黙らせると。で、その結果、えまあそのうざったいと思ってた役所の人間は田辺会長に仮を作ったっていうことになるわけですね。それがあの動画の意味です。で、あの動画は6年前のものなんですけども、結局今もそれがずっと延長戦で続いてるんですね。で、なんで今の今まで続いてるかっていうと、それは役人も田辺会長を 利用しているっていう面があるからです。だから役人のその関与の度合いっていうのもね、それはそれぞれなんですよ。いやいや協力させられている人もいれば、まあほとんどもう田辺会長とつるんで利益を得ているような人もいるわけですね。一方で中には本当にいやいややってる人がいるんだけども、じゃあなぜそういう人がね名乗り出て告発できないのかっていうと、一つはもう人事に圧力をかけて。 何か逆らうようなことをすると、えー、左遷されてしまうとそれが怖くて言い出せない、まあ、もちろん市議会議員の場合はそういうことはないんですけどもじゃあそれでもなんで市議会議員がね脅されてしまうかっていうとまあ単純に議場から「あんたのなんか娘さんかわいいな」とか言ってね脅すわけですよ。で実際田辺会長のね親父さんはヤクザだったわけだし。 で、さらに親族にも行動会見のヤクザがいるわけですね。で、皆さんそういうことを知ってるわけですよ。だから、田辺会長はそんな、いや、お、ヤクザの威力を直接使うことはないんです。だけども、周辺はヤクザだらけだっていうことは知ってるから、みんな怖いんですよ。だから、自分、本当にね、自分の。家族に危害加えられるんじゃないかって、怖がって言い出せないっていう状況があるわけです。だから、例えば、今、津の市役所の職員。 でさらにあ,のあるいは地域の有力者とか、まあ、田辺さんに協力した人あるいは田辺さんのために利益を得た人っていうのはいっぱいいるはずですから今まあ一生懸命証拠隠滅して自分に火の粉が降りかからないようにそしてもう全部の責任を田辺会長に負わせようというふうに動いていると思いますね。 それで今回のこの件についてはもう端的に言えばこの童話と暴力団この2つのキーワードがもう絶対外せないわけですもうそれを使ってて田辺会長は脅してきたわけですねそれでこの手の事件があるとやっぱ決まってねいやそれでもねえ差別は許されないとかねえその童話地区の住民がみんなそういうふうにえ印象づけるようなことは困るとか言ってねまあ 行ってくるる人がいるわけです。だからこういう童話問題の絡む事件っていうのはメディアが報じにくいっていうところがあるんですね。ただそ この事件に絡めてですね差別はいけないとか童話地区の住民がどうこうっていうのはおかしいと思いますだってそれを引き合いに出したら結局差別するのかとかねなんか全国の童話を連れてくるみたいなことを言ってるあの脅してる人と結局変わらないじゃないですか言ってることが今回のあくまで都の話ですからね で加えてこの相生アタグオ地区に関して言いますとですねいわゆる島崎闘争の破壊とかですね橋のない川とかそういうイメージではないんですよその差別される村とかそういうことではなくて、えー、どっちかというとその戦後にいろいろ人が移り住んできてでスラム化してるっていう部分もあるのでどっちかっていうとですねあのヤクザ映画の世界ですあの昭和のヤクザ映画でねなんかこう戦後の混乱期のむちゃくちゃな時代にその この一匹狼のヤクザが、こうどんどんのし上がっていくみたいな、まあ、そういう映画ありますけど、もまさにそういうイメージなんですよ。そういう感じの地域です。でね、これ、地元の人もぶっちゃけてたんですけども。結局、童話なんていうのは、言ったもん勝ちということなんですよ。田辺会長に関しては、あの人は童話じゃないって言うんですね。じゃ、その理由というのが、まあ、考え方は二つあって、あの人は解放同盟に属してないんですよ。 でもう一つはあの人は相生町の出身じゃなくて実は四日市の出身じゃないかって言って周りの人は言うんですね。ただねこれ本人に聞いてみたらね松坂市の出身で,でなんか母方の方が童話だとか言うんだけどもでも母方が童話だからっていうのもまあ本当かどうか分かんないしまあ本人はじゃあ生まれた場所は童話じゃないっていうことをまあ認めてるわけですね。まあ、三重県っていうと、 剣ぐるみで、ね、人権問題動画問題真面目に取り組んでいるようなイメージがあるんですけども、まあ、実際の現場っていうのは所詮こんなもんなんですねそして津市では解放同盟の活動実態っていうのはぶっちゃけどうもないようですただ解放同盟のね支部の役員とかですねあと支部長もしっかりいるんですね。こ、ま、こ、あ、これが何を意味すするのののかかっってていいいううととはままた次元社の記事の方でや思 自転車としては引き続き情報提供を受き付けております特に動画音声写真文書そういったものはもう大歓迎です自転車のウェブフォームからご連絡いただいてもいいですし郵送でも構わないですしでファイルなんかは送りん坊とかそういうファイル転送サービスなんかにアップロードしてアドレスを送っていただくのがいいのではないかと思いますということで今回も ご視聴いただきありがとうございました